どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は不登校の原因がわからない時の対応法についてお話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。小4から不登校気味になり、卒業する頃には完全に不登校になりました。一人でディズニーランドに行ったり、習い事のバレエには行っていますと。勉強を友達、先生、家庭、不登校の原因を一つ一つ解消しているはずなのですが、学校はとにかくフリースクールにも行けません。原因がいまいち分かりません。中学校が始まり環境が変わりましたが、制服に着替え、ヘアセットまで普通にしますが、登校直前にダメになりました。どうしたらいいでしょうかということでね、今回こちらはインスタグラムのねコメント欄からいただいた相談になります。はい、まあお子さんがね、こう一応不登校で学校には行けていないんだけど、まあ、習い事には行けるっていうことですよね。うん、で、一応話し合いもしているけど、一つ一つ解決はしているけど、それでも行けないみたいなね、まあ、こういったケース結構あるのではないでしょうか。はい、じゃあこういったね、不登校の原因がわからない時ですね、どのように解決していくかっていうところを今日お伝えしていきたいと思います。うん、まあ本質的な原因がやっぱわからないと正直解決はできないので、今の状態が続いてしまいますよね。でこの状態が続いていくと、まあ、本当にひどい場合引きこもりになったりとか、社会に出れなくなるってこともね、十分ありえますと。で一方しっかり解決することができれば、お子さんはね学校生活頑張ることができるので、まあ、高校受験もうまくいったりとか、あとお父さんお母さんにとってもね、子育てが楽になるので仕事に専念できたりとか、いろんないいことがあります。まあ、なので今日はそうなるようにね、今できることをいろいろお伝えしていきたいと思います。はい、でまず最初にですね、ちょっと基本からお話しすると、子供がじゃあ学校に行けない原因って何かっていうと、まあ、主に3つ考えられます。うん、で1つ目が愛情バロメーターの低下ですね。これはお父さんお母さんの愛情が子供にしっかり届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がりますと。でこれが上がると学校に行く気力が出てくるんですよね。うん、でも、これがね下がってしまうと気力なくなってしまうわけですよ。うん、だから、学校に行けなくなっちゃいますと。うん、でちょっと現状ね、今これ原因かどうかわからないですけど、まあ、好きなバレエの習い事はできていますよね。でも学校を今どう思ってるかわかんないですけど、学校が仮に嫌いだとしたら、嫌いなことはできてないわけですよね。ってことはまず一つ原因として、この愛情バロメーターが完全に上がりきってないってことはね、一つ考えられるかなと思います。なぜならこれが非常に高いと嫌なこともやれるようになるんですよ。そういう嫌なことをやるエネルギーも出てくるんです。でもこれがやっぱ上がりきってないと、好きなことはできるけど嫌なことは嫌だっていうような状態になるんですよね。今まずその状態になっている可能性が一つ考えられるかなと思います。で次に2つ目、学校でのトラブルですね。例えば過去にいじめを受けていてトラウマになっているとか、友達がいないとかね、勉強についていけないとか、うん、こんなようなトラブルも一つ考えられますね。まあ、どれだけエネルギーがあってもそっちのトラブルでのストレスが強すぎるとやっぱいけないってことがありえますよね。で最後3つ目が学校が合わないっていうパターンですね。うん、まあ、45分間座っているのがちょっと辛くていけないとかっていうパターンですね。まあ、今回フリースクールを提案していて、それでも、ね、行きたくないって言っているので、通常学校が合わないんだったら別のところを提案すればいけるわけですよ。でもそれがねできてないってことは、まあ、学校が合わないだけは原因、これだけが原因とはちょっと言えないのかなっていうふうには思いますね。はい、で今回はまあ一応準備はするけど直前で行けなくなるっていうふうに書かれているので、じゃあこれも踏まえると、まあもちろんねこれに関連してどういうふうに原因を考えていくかっていう話なんですけど、まあ多分長期間学校に行っていないので、学校に対するちょっと漠然とした不安ですね、これを持っている可能性が高いのかなっていうのは一つ思いましたね。うん、でまあこの場合はやっぱりね、お母さんもやられてますけど、原因を一つ一つこう聞いていきながら、うん、考え方をやっぱ変えてあげるってことがすごく大事ですよね。例えば、なんか学校不安なことあるのって聞いて、いや友達と話せるか不安なんだよねって言ったら、そっかと、昨日遊びに来てた〇〇くんとは話せないのみたいな話をすると、あ確かに昨日来てた〇〇くんだったら話せるかもみたいな感じで子供の思考が変わりますよね。そうするとこう不安が消えるわけですよ。うん、でじゃあ仮にですよ、ここで
友達と話せるか不安なんだって言って、あそうなんだって言って、その友達との関係が全くないんだったら、こういう話ができるようにするために事前に友達を家に呼んでおくとかってことをするといいですよね。そうするともう学校では友達と会えないと、でもそれ以外の場所で友達と会っているんだったら、子供もまあそのことだったら学校に行って話せるなって思うので、それでも思考変わりますよね。こういうような感じで、子供がこう行けなくなる原因をただ説得するんじゃなくて、子供自身が大丈夫かもって思えるような話し合いっていうのをしていくといいかなと思いますね。はい。でただ、今回一つ大事なポイントがあってですね、不登校がもうすでに小4から今中学生ってことなので、もう3年ぐらい続いているわけですよ、うん、でこうなると、実は、一つの原因だけが原因なんじゃなくて、結構複雑化してくることが多いんですよね。例えば最初は人間関係のトラブルで行けなくなりましたと。でも長い間行ってないので徐々に勉強ももう分かんないと、うん、でさらにしばらく学校とか外に、まあ外にはね今回習い事で行ってるってあるんですけど、しばらく学校に行ってないのでね、もう学校も怖いみたいな、こういろんな要素が関わってくることがあってですね、こうなると正直お父さんお母さんたちが今の流れでねこう解決していくのってね結構難しいです、うん、これはもう僕もね過去にこういう話をもう散々ね、YouTube とかメルマガとかね LINE とかでしてきていますし、実際にねこうサポートもしているけど、やっぱそれでも解決が難しいんですよね。でじゃあこういう方たちってどうなると解決しているかっていうと、例えば僕がねじゃあ紹介した、例えばじゃあ僕のすごくね信頼している先生だと小出先生っていうね、専門家の先生がいるんですけど、そういった先生とかを紹介して、でマンツーマンでこう話を聞いていってですね、あじゃあここからまず解決していきましょうみたいな、もう順を追ってこうやっていったりすると結構解決するんですよね。小出先生に限らず伊藤先生とかね、そういった人を紹介してうまくいっているケースもあるんですけど、うん、とにかく親だけだとやっぱどうしても難しい部分があるので、なのでもうあんまり長期化してねどうにもならないんだったら、まあ1ヶ月2ヶ月ね相談してみるだけでも結構改善のねステップって見えてくると思うので、まあ一度ね相談してみてもいいのかなっていうのは個人的には思いますね。うん、まあ誰に相談すればいいかわからなければ連絡いただければね、お子さんの状況に合った先生を紹介もできますので、その場合はね個別で連絡をいただければと思います。